もちろんですね、大学生の生徒の方ももちろんなんですが、千歳市近郊の学生や社会人によって構成されているチームだそうです。今年のテーマは酒飲み童子討伐に合わせて全力で演舞するということです。独立してからはアンダーポーティング大会は初めてということで、力を十二分に発揮してくれるでしょう。それではお願いします。会場へお越しの皆さん、こんにちは。公立千歳科学技術大学高一点です。精一杯演舞させていただきますので、お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。吹いて吹かれて平和の風、安定ことぶく万民の声。